MK2GS パレット、ちょっとねもう外してしまったんですが、これねまず両サイドで吹き出し口はねちょっと外れました。本当はねついたまま来ます。で4本ねビス外して、でこのままね引っ張っていきます。ちょっとねシフトを下げて、でねこのカバーを持たずにねナビのこの捨てごと持ってください。抜きます。でこんな感じでいけます。今回ね ETC 外したんでバット、で下はね引っ張って配線取ってです。あとね、取り付けはね、結構ね、線がこの固定部にね、行くので、この下、ナビの下からね、ちょっと線をね、押してもらって、取り付け捨てをね押すような感じで両手でね、上はねこのカバーの間にね入るようになってます。ちょっと入ったとこ行きます。で入りました。あとはねネジつけていくだけです。つけたとこ行きます。こんな感じで4本固定してもらって、あとはねちょっと爪に入れてもらって、押し込むだけです。よし、こんな感じです。ちょっとね外すとこやってないですよね。この下をねこの溝に入れます。差し込んで、こいつはねこうしといてください。で下に入れ込んで、上からね下にしてください。で、あとはね込みです。これねピンでプラスでね回したら浮き上がります。こいつね割らないように、で差し込み引っ掛け、でピンは浮かしたまま入れる。浮かしたまま入れて押し込む。ちょっとね取り外しの途中からですがね
まあ、こんな感じで、まあ、ナビはね外側外して引き抜きです。